そしたらここで、まあ、今ねこの梅の僕にこうまあさっきのね、あれなんで動きがないですよね。ここでこういうね短い梅の僕みたいなのがあるんですよ。これを添えて、あの梅の僕一本の梅の僕に見せます。でねこのねやっぱ苔がついてるやつは苔を見せないとダメなんですよ。基本的に枝がどうあれ苔がついてる方が表ですね。こんな感じですね。そしたらここでこのね染料を入れていきましょう。染料も同じようにこの下の方にあまり梅がね隠れないように入れていきます。はい、こちらで染料が入りました。はい、では次にこのねシンピジウムを入れていきます。シンピジウムはまあ、こういう感じなんですけれども、少しこう切り分けて、パーツにして入れていきましょう。はい、こちらでシンピジウムを入れ込みました。はい、次にこのね、温紙ジウム、ランづくしですね、でいきます。はい、こちらでおしじも入れ終わりました。はい、そしたら最後にこの金のね柳を入れて締めたいと思います。はい、こちらで完成です。では正面から見てます。では近づいて見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、僕の使い方はねいろいろありますけれども、まあ、これが一番簡単で止まりやすい僕の使い方です。ぜひね一度試してみてください。まあ、今回この温紙ジウムが立ってて、このアクセントラインが、まあ、この温紙ジウムをちょっと分断しているようにも見えなくもないんですけど、まあ、正面から見たら全然おかしくないですよね。このアクセントラインの使い方もありますので、ぜひ覚えておいてください。ではですね、また次回素敵なアレンジメントを紹介したいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。 これから N フラワーでは花束のカリキュラムがついに出来上がります。他のスクールではなかった花束に特化したプログラムですね。このプログラムは半端じゃないです、はっきり言って。花束を本格的に覚えたい人はぜひ N フラワーにお越しください。他のスクール行っても、まあ、少しねカテゴリーで入ってるぐらいで真剣にやってるところはないと思います。というか真剣に取り組めないんです、実は花束って難しいんですよ。僕みたいにこう花束に自信のある代表がいるところじゃなかったら多分できないと思います。ぜひいらしてください。でこのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。ではよろしくお願いします。